つくば市役所は、日本の地方公共団体である、茨城県つくば市の執行機関としての事務を行う、施設である。現在の庁舎は、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、研究学園駅付近に位置し、2010年5月6日に、開庁した。2010年4月30日までは、市内の7つの庁舎で業務を分担していた。これらは、 つくば市に合併する前の宮町村の役場として使われていた施設をそのまま転用したものである。利用者の利便性向上、行政組織の一体化のため、つくば市張間2530番地に,に建設された。2010年5月6日に開庁、2010年4月30日まで庁舎機能を果たしていた。つくば市の7つの庁舎について以下に記述する。 やたべ庁舎概要やたべ窓口センター、会計課、財務部、総務部、市長公室、農業委員会やたべ事務所、農業共済、選挙管理委員会事務局、議場、議会事務局、市長室、助役室。桜庁舎概要市民生活部、保健福祉部、シルバー人材センター、子育て支援センター、社会福祉協議会旧庁舎内かすが庁舎概要。 かつては、つくば市、旧茎崎町内の水道事業を担っていた、畜南水道企業団の庁舎であった。道団が解散しつくば市水道部に業務が、移管されるに伴い、庁舎も、市役所の一部となった。上下水道部、消防本部、市長公室、大募庁舎概要、大募窓口センター、農業委員会事務局、経済部とよさと庁舎外用とよさと窓口センター、 教育委員会事務局、教育庁室、つくば庁舎概要つくば窓口センター、都市建設部、会議室茎崎庁舎概要茎崎窓口センター、総務部、関西委員事務局、環境保全部2010年5月6日の新庁舎移行に伴い、旧庁舎は以下のように利用されることになった。また、廃止される庁舎では、 新たに窓口センターが設置されることになった。2010年4月30日まで行われていた。庁舎制は、つくば市役所の大きな特徴であるが、この庁舎制の採用は、つくば市誕生の経緯と密接に関係している。つくば市は、つくば郡八田部町、大保町、豊里町、新張郡桜村が、新設合併して1987年11月30日に、 誕生した市である。この合併は、地域住民の望んだものというよりは、国や茨城県の要請によるところが大きい。筑波研究学園都市の建設自体が初めから一体的な都市の運営を前提としており、茨城県も国際科学技術博覧会開幕を控えた1980年以降、当時の竹内藤尾茨城県知事が合併を促す発言を、 茨城県議会にて行っている。これに対して1981年に筑波大学が行った住民意識調査では65.7%が合併に賛成とする結果が出たが、時の矢田部町長は避けて通れないが、今はその時期ではないとして合併に反対する姿勢を表明した。これにより筑波市の誕生は万博の開幕には間に合わず、 知事は1987年6月21日に周辺町村長を集めて再度合併を要請した。この要請は同年11月20日までの合併を迫るもので知事が示したスケジュールは4ヶ月で合併協議から自治省による告示まで持ち込むという慌ただしいものであった。この慌ただしさは多数の混乱を招き矢田部長と 大保町の二町による先行合併が取り沙汰されると、大保町議会に反対派住民が乱入して、筑波警察署から警察官が駆けつけるという騒動が発生した。さらに筑波町でも反対派住民が議会に乱入、筑波町長が辞意を表明するに至った。以上を踏まえ、法廷の筑波研究学園都市関係町村合併協議会。 は、1987年10月26日に、八田部町、大保町、豊里町、桜村の3町1村で設立され、10月31日には、合併協定所の調印が、土浦市で行われた。短期の議論の中で、協議会は、筑波市役所について、次のように決定した。新市の事務所は、仮に、筑南地方広域行政事務組合第1、 県民センターに置くものとし、高級的な事務所の位置は、新市発足後適当な時期に定める。筑波研究学園都市四町村合併協定書、四新市の事務所新市に、本庁、支所及び出張所を置く。本庁においては、全紙的立場から処理する事務を所掌する。支所では、 現在の役場で処理している事務から本庁で処理すべき、事務を除いたすべての事務を所掌し、出張所では、現在の支所で処理している事務を所掌する。筑波研究学園都市四町村合併協定所、旧組織機構の取扱いこうして、筑波市は1987年11月30日に誕生し、拡張村役場はほぼそのままの機能を維持して、新市の支所となった。 また、各市所には副市長が置かれ、旧町村谷で予算も付けられた。翌年1月31日には、筑波町を編入、筑波町役場は、そのまま、筑波市所となった。しかし、これでは合併のメリットである、行政の効率化は図れないとして、早くも1988年12月には、機構が見直され、統合庁舎設置を目指した。 庁舎建設準備室が設置されたほか、一部の組織の本庁への統合が実施された。1990年6月には、築園地区を新庁舎建設候補地として公表した。そして、1991年4月1日、大規模な機構改革が実施され、各支所は、庁舎に、改称、各庁舎に、市役所の機能を割り振る、文庁方式が導入され、 窓口サービスを扱う、支所が併設された。導入理由として市は、現在の本庁舎では、全部の組織を吸収できないため、平成6年度予定の新庁舎完成までは、旧支所に振り分けて対応しますとして、暫定的な措置である旨を表明した。これは、拡張村ごとの予算枠廃止に伴うものである。当時の、拡張者への部局の割り当ては、以下の通り、 なお、この時見送られた農業委員会の一本化は、同年5月8日に実施され、大補庁舎に事務局が置かれた。その後、1994年に予定されていた新庁舎の蓄園地区への設置計画は頓挫し、暫定措置である文庁方式は維持されることとなった。2002年11月1日には、茎崎町を編入したことに伴い、茎崎庁舎にも、 市役所の一部機能が割り振られた。旧築南水道企業団の庁舎も、私有となり、春日庁舎として水道部が置かれた。ありがとうございます。